勝手にバーニーズの銀座店にお邪魔するという暴挙に出てしまいました。あのバーニーズさんでバーニーズカシミアのオーダー会というのを開催していただくことになりました。もう見た瞬間に明らかに違うし、もう袖通しても全然違います。いろんなに黙ってたんですけども、ね、はい、新しい素材があります。今回まだ日本で6個でも出してへんと思ってくるんですけど、こんにちは、進藤です。今日は雰囲気を変えて勝手にバーニーズの銀座店にお邪魔するという暴挙に出てしまいました。バイヤーの井上さんとバーニーズさんでマンリコカシミアのニットをついに扱っていただくことになりましたので、やってまいりました。本当にこのまま登録してまず高評価して続きを見てください。進藤です。ご紹介します。バーニーズの井上さんです。よろしくお願いします。そんな硬くなるんで、もうガチガチじゃないですかで、マンリコカシミア、はい、メガネにかかって取り扱っていただくことになりましたけれども、まあ、どんな商品かっていうのをやるんですけど、まあ、その前にあのバーニーズさんでバーニーズカシミアのオーダー会というのを開催していただくことになりました。詳しくは概要欄の方に全て情報を載せておきますので、最後見終わった後にそちら見ていただいて、リンクあとは細かい情報を取っていただければと思います。で、予定ではですね、コロナウイルスのこの今の関連がありますので、どうなるかわからないんですけれども、私が13日と20日、13日は銀座店、20日は福岡店にお邪魔して一緒に接客させていただこうと思っておりますので、ぜひお時間ありましたら、積極的には言えないんですけれども顔を見に来てください。遠くからでも結構でございます。はい、よろしかったでしょうか。はい、日にち間違ってなかった。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。はい、あ、そして期間の設定、あ、期間どうぞどうぞ。銀座店で2月の5日金曜日から2月の14日日曜日まで開催しております。で、その次に2月の19日19の金曜日から2月28日の日曜日まで福岡店で開催の予定になっております。めっちゃいいですから、ほんまに触りに来てください。もうぜひ触っていただくと、もうその良さ分かっていただけると思います。井上さんも触ってもらって買うって決めてもらったやつなんで、もうぜひそういう風にしてほしいんですけれども、まあ、マンリコカシミアってなんでそれもいいのかっていうのを僕散々こういろんなところで説明してきたんですけれども、もうまず一番はこのスーパーカシミアっていうもので、このスーパーカシミアのコンセプトっていうのは全部のものにあるんですけれども、カシミアのスペシャリストとしてもう30年ぐらいずっとやってるんですね。で、もう名だたる、もう大体皆さんが知っているスーパーブランドと言われているところの OEM はもう名だたる、大体仕事を今までもしてきて、現在もしてます。これ名前言うと怒られるから、ほんまに言いたいですよ。なんかアルファベットのこんなやつが混ざってるところとか、それは作ってますから。そういうのもあるんですけれども、それ以外に独自のカシミアの研究を続けてまして、これスーパーカシミアっていうんですけども、他のニットとちゃうでしょ。そうですね、触ってもうこのキックバックは全然違います。キックバックとこうやって引っ張って戻る、ですから来た時に体についてくるっていうのが一番なんですけど、まあ、それがあのカシミアでストレッチとかニットでストレッチとかって言うたら、デブのニットのユリアンとかって言うじゃないですか、はい、それって多分僕が口で説明しててもプロのバイヤーの方でもそんなもん当たり前やんけってなるけども、でも差は違いますよね。これ違いますね。で、何が違うのかっていうと、細かくご説明すると、このニットの原毛はカシミアの中でも一番ランクが高いとされているアラシャン地方というところで取れるアラシャンカシミアのホワイトカシミアで、カシミアの色が白の方が基本的に柔らかいとされてるんですよ。で、忘れてもらうけど、生後何ヶ月かのものすごい小さいカシミアからやってまして、ベビーカシミアいうのはね、実はね、あれロロピアナさんの登録商品やから使われへん。でもこれは実際に生後何ヶ月の若いカシミアヤギから取ったアラシャンカシミアのホワイトカシミアという一番ランクの高いものを厳選して作ってます。ですからこれはよく言われる話、多分井上さんもいろんなところで聞かれてると思うんですけど、黒のニットと白のニットのデザインちゃう話って、黒がちょっと硬いとかってなるじゃないですか。なります。あれは聞いたら、白のカシミアは白でしか染められへんけど、黒のカシミアはちょっと茶色がついたやつとか色ついたやつからでも染めれるから、うん、なんですけども、値段一緒で売るために黒は染料が硬いっていうのが今までの話でよく言われてた話だったんです、うん、でもこれはもう黒から白からネイビーから全ての濃色までホワイトカシミア使ってるので、ほぼほぼ一緒ですし、もちろん個体差はあるんですけれども、逆に白と黒を並べた時に白より黒の方が柔らかい時っていうのがたまにあるぐらい、もうカシミアの品質にはまずこだわってる。で、この糸をですね、買って、で、まず染色の段階から自分たち独自の染色技術で、あとはそこから紡績ですね。紡績した段階で、普通ストレッチの糸ってライクラとかポリウレタンとか、なんかこう化繊を入れるじゃないですか、はい、
これは化繊ゼロ、100% カシミヤなんですよ。で、100% カシミヤのニットで、カシミヤのニットってやっぱりちょっとダラッとしがちじゃないですか、どちらかというと。でもこれは糸にすごくこう伸縮性のある糸を作って、で、それをマニコカシミヤの特殊な編み方でこの編んでるので、すごくこう引っ張った後にパンと戻るんですけども、いわゆる化繊の入ってるストレッチよりはもう少しナチュラルな感じで戻るっていう。で、これはもう世界唯一の技術で、ここの特許技術です。ですから、例えばここが、まあ、ある大きなブランドさんの OEM やってるとかなんとかやってるんですけれども、このスーパーカシミヤのシリーズに関してはもう一切外部に出ない。出る場合はマンリコカシミヤの名前が出るコラボじゃない限りは一切せえへんっていうような、そういうふうにオフィシャルでは今されてます。ですから今こう買えるのはもう日本の一部の小売店さんだけと、あとはワールドワイドではいろいろあるんですけれどもっていうようなニットです。で、これだけ言っても絶対に分かれるんですよ。そうですね、もうこれ触るしかないんですよ。で、袖通して触ったらすぐ分かる。で、カシミヤっていろいろあります。例えば一番分かりやすいのは、まあ、ユニクロのカシミヤってもう一番多分今日本で有名なカシミヤってあれだと思うんですけども、あれって多分12ゲージの2プライかなんかのカシミヤなんですけど、あのシリーズってもう本当にピンキリじゃないですか。もう1万円ぐらいのやつからもう多分15万とか20万ぐらいのやつまであって、でも言い方は悪いですけど、新品の時に並べてタグとかどれか分からないじゃないですか。そうですね、分からないです分からないでしょ僕らプロでも遠くから見たら触ったら分かっても、はい、遠くから見たら分からへんかったりするから、うん、これはもう見た瞬間に明らかに違うし、もう袖通しても全然違いますぐらい違うニットなので、もうこれは一回とにかく袖通してほしいし、もうね、それ以外言いようないです。僕も初めて見るまで2時間電話で説明されて、車の中で1時間半説明されて、全くわからんと行って触ってすぐ分かったっていうぐらいもう特殊なニットです。分厚くもないし薄すぎることもないし、カシミヤっていうのは天然最強の機能繊維というふうに言われてますんで、例えば湿気を吸い取って湿気を放出する、で、温度調整をするっていう機能によってもすごく優れてる繊維なので、実際には同じ厚さのコットンのものを着るよりは涼しいとされてるんですよ。なのでシーズンももちろん真夏はちょっと厳しいと思いますけれども、すごく長く着ていただけます。一年中着ていただけ、まあ夏を除けば、でも夏でも今エアコン効いてますから、エアコン効いた部屋とかで着るんやったらすごくいいので、すごく重宝する厚みがこのスーパーカシミヤのこのベーシックネスですね。で、マリさんにやっていただいてるやつ、これがですね、これウールシルクカシミヤの T シャツなんですけども、カシミヤとシルクが 35% ずつで、ウールが 30% っていうすごく特殊なコンボのものなんですけれども、ウールが入ってることによってすごくこう携帯が安定しやすくて綺麗な目面になりやすい。で、シルクのツヤと、あとはまあカシミヤの機能性と柔らかさっていうのがこう兼ね備えてて、シルクだけだとちょっと硬くなってギュッギュッとお隣がしたりするような感じになるんですけれども、うまくブレンドされている。で、これですね、もう散々僕しか喋ってないと思うんですよ。僕ね、すごい喋るの好きなんで45ゲージっていう現存する編み機の中では世界最薄って言われてる編み機があるんですよ、はい、で、それは50年代のパンスト作ってた生地、機械を改造して作られたワンオフの機械で、もうイタリアのあるところの工場にもう固定で引っ越しもできへんような状態で置いてあって、そこでこれ作ってるんですけれども、そこにマンリコカシミヤの唯一無二のスーパーカシミヤコンセプトのこのウルトラライトっていうのを入れて編んでるんで、45ゲージのニットって他にもあるんですけども、うん、もう某有名ブランドですよ、なんか三角形逆になった P とかいうやつね、でもやってるんですけどもこれはもうこのウルトラライトのこのカシミヤのウルカシミヤシルクのこれに関してはマンリコしかないし、本当にこれも触ったら、なんか半袖のウールの T シャツとかって言われたら、なぜ誰着んねんみたいな、なるじゃないですかね。でもこれは、もうサラサラやから、めっちゃ気持ちいいし、なんか上品ですよ。夏場に着たい一枚ですよね。これあえて白じゃなくてメランジにしてるのは、白やと薄すぎて色が透ける可能性があるので、マニさんではレザーシルバーとかっていう色の、この木のものでやっていただいてるんですけれども、非常にとにかくこれも着ていただいて、あと黒もあって、なんですけども、こっからですね、これ大高で何できんねんって言われたら、これ以外に半袖とロングスリーブが出て、で、あとですね、スーパーカシミヤでジップアップだったり、はい、クイーネックだったりタートルだったり、一年中着れるアイテム全部出てきます。で、ジップアップのブルゾーンも来ますし、
V ネック、タートルネック、ブルーネックで、井上さんに黙ってたんですけども、はい、新しい素材がありまして、今回まだ日本どこでも出してへんやつが出てくるんですけど、フーディの上下、ああいいですね、ウールシルクカシミヤのフーディの上下来るんですよ。それはね、ちょっと値段しますけども、ビビります。もうあまりの豪華さにビビるから、イベントにこれほんまにもうめっちゃ好きな人多いと思う。上だけでもいいし、部屋着にできる人は羨ましいけども、うんうん、っていうぐらいすごいのが来ます。これは店頭で一番最初にお見せできるのはバーディーさんのオーダー会ですので、銀座店が一番最初になるんですね、はい、ですのでぜひそういったものもありますし、冷やかしで僕の顔を見たいという方がいらっしゃれば、僕も一応動く振動がおりますので、動画だけではなく現物も見に来ていただければと思います。井上さん、今日はありがとうございました。すいません、一人で喋りました。ありがとうございます。めっちゃ緊張してたよ。いや慣れないので。まあ動画の収録、なかなか慣れないんですが、はい、私も慣れておりませんが、またぜひ見ていただければと思います。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。登録と高評価を、もう聞き間違えた。高評価をよろしくお願いします。変なコメントをされると傷つきますので、優しいコメントをよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バーディーさん、ありがとうございました。ありがとうございます。ですね、まさかの前回に引き続きやるって言ってたことをやってない動画撮影になりました、おまけじゃございません。ここからがメインでございます。はい、井上さん、なんでマンリコカシミヤを買い付けてもうやろうかというようなことになったかっていうのを、はい、その思いの丈をバーンと僕が喋ったぐらい、バニフでは、ニットの買い付けっていうのを昨シーズンから、強めて強化しております。でその中で新しいブランドっていうのは、常に探してるんですけれども、マリコカシミヤ見た時にやっぱり何といってもこの素材感、まあ、触り心地っていうところ、あとはまあやはりその糸からストレッチを持ってるっていうその機能性による着やすさで、さらにまあその素材がまあ独自の特許素材っていうところで、まあそのクオリティとそのブランドならではの独自性っていうところの2つのポイントが大きな決め手になりました。さらに、まあ、この45ゲージのこのシルクカシミヤウールっていうところも、まあ、ぜひ春夏にご紹介したいというような、形で、思いまして、この2つの素材で、スーパーカシミヤの、ベーシックのやつと、ね、ウールシルクカシミヤの45の半袖、ね、ウルトラライトっていうのをやっていただいた、はい、であとは、まあ、ニットのブランドでなかなかないんですけれども、まあ、1枚からオーダーができるっていうところで、まあ、よりあの一人一人のお客様のご要望にお応えできるというところで、ロンチのタイミングに合わせてイベントさせていただくような形で、あの自分の好きな色で1色ぐらいご用意するんですけれども、自分の好きな色で自分の好きな形で自分の好きなサイズで、まあ、SML から XS とかいろいろあるんですけれども、それで選んでいただくっていうような形になって、フィッティングゲージも用意してますので、自分の本当に好みの色の好みのサイズのものがこう手に入るということで、多分僕が知っている範囲ではこういうサービスってすごくニットでは少ないサービスなので、もういろんなところが試されていろんなところをやってるんですけど、実際にもう運用している会社でうまくいってるところっていうのは僕はあんまり聞いたことがなくて、ここは実際に私はもう今すでに何件かやらせていただいたんですけども、はい、非常にスムーズにいってますんで、こう分かってくれたみたいな感じだったんですよ。ずっとやってもらおうと思ったんで、あの勝手にやること決めてましたけど、バーニーさんには入れるからっていうのを本国にも僕はミーティングの際にバーニーさんに聞く前に言ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。ぐらいもう自信作ですので、ぜひよろしくお願いします。はい、でもうちょっとだけ喋ろうと思ってて、あのニットのケア。これは基本的に推奨しているのはやっぱりドライクリーニングなんですよ。なんでかっていうと、これ家で洗えるか洗えないかって厳密な問題になると、一応洗っても大丈夫なはずなんですけれども、洗い方は人それぞれだったり、水の質だったり洗剤だったり洗い方によって本当に変わってしまうので、もう一発でニットがダメになるケースっていうのは結構多いんです。そのあたりを分かってやられる方に関してはもう自己責任でやっていただくっていうのはいいかもしれないですけど、基本的にはやっぱり僕はドライクリーニングでやっていただきたい。でドライクリーニングでやって、でドライクリーニングとあと何あんねんって言ったら、カシミヤ用のブラシを買って、洋服ブラシ、それでニットの表面を撫でてやる。これが一番ニットに対して僕は一番いいケアだと思ってて、洗うことっていうのは、まあ、ちょっと匂いがついたとかってなったら、例えばファブリーズとかそういうのを振って外で陰干しするっていうのが一つ、あとはそうしたら湿気抜いてやって、で匂いも取れるっていうことになるじゃないですか。でその後に何すんねんって言ったら、表面がどうとかっていう話になったら、やっぱりこう
カシミヤのブラシでこうやってやる。で、あの毛玉取りは一切使わないでください。毛玉取りっていうのはニットの繊維を切るから、うん、ニットがどんどん薄くなっていくだけで、あれ劣化していくだけなんですよ。なのでブラシをかけて、毛玉っていうのは毛が絡み合って玉になっているので、それをほぐしてまっすぐにしてやるっていうのがニットのケアとしては一番適しているニットのケアだとされてますので、ブラシをぜひいいブラシ、ニットだったりお洋服だったりっていうのに使えると思いますので、いいカシミヤ用のブラシっていうのを買うとウールの上にも使えますし、カシミヤにも使えますしということで、あのぜひ僕はブラシをご用意されるといいかなというふうに思っております。このあたりでもう一度登録と高評価をよろしくお願いしますということです。これ以上はございません。みきさん、ご視聴ありがとうございました。